ドミニク・ブフは、フランスの元騎手である。イブリーヌ県メゾン・ラフィット出身。父は、元調教師のジェラール・ブフ、ピエール・ビアンコーヌ旧者所属の見習い騎手としてデビュー。続いてその息子のパトリック・ビアンコーヌ旧者所属になり、1984年9月15日に初勝利を挙げた。翌1985年には30勝を挙げ、 最優秀見習い騎手となった。1987年5月17日、グルームダンサーでリパン賞を勝ち G1 初制覇。1990年11月25日のジャパンカップに出走するオードに騎乗するため来日。日本での初騎乗となったインターナショナルジョッキーズ2では3着に、そしてジャパンカップではベタールースンアップの2着に入った。 1991年5月12日、ダンスーズ・デュ・ソワールでプール・デッセでプーリッシュを勝ち、クラシック初制覇。同年は、G1.5 勝を含む143勝を挙げ、初めてリーディングジョッキーに輝いた。1992年、ワールド・スーパージョッキーズシリーズ初出場を果たしたが、最下位となる12位に敗れた。1993年7月28日、 ビッグストーンでイギリスのサセックス・ステークスを勝ち、フランス国外の G1 発制覇。1994年、コカインヘロインの密売容疑などで逮捕される。翌1995年の裁判では初め、実刑判決が下されたが、後に執行猶予がついた。1996年5月12日、エリシオでリパン賞を勝ち、復帰後 G1 発制覇。 しかし6月2日のジョッケクリブ賞では一番人気に押されながら5着に敗れ、ブフはエリシオを下ろされることとなった。後にエリシオは外戦門賞など G1 を4賞した。1998年175賞を挙げ7年ぶりにリーディングジョッキーに返り咲いた。2001年アクアレリストでディアヌ賞を初制覇すると、翌2002年もブライトスカイで勝利し、 連覇を達成した。また2年連続でリーディングジョッキーにも輝いている。2003年12月14日、バレーアンシャンテで香港バーズを勝ち、ヨーロッパ以外の G1 初制覇。しかし2004年6月4日、コロネーションカップでのバレーアンシャンテの騎乗が、バシュのアレクウィルデン隊員の怒りを買い、主戦騎種契約を解除された。2011年9月26日、 機種引退を表明した。通算2521勝引退理由は、多くの有料馬に起乗する喜びがなくなったため、としている。週刊サラブレットレーシングポスト NETKEIBA.com 競馬コラム2011年10月3日閲覧。週刊競馬ブック2011年10月9日号。P95 ハットヒピスム。 ドミニク・ブフセリ・タイヤ・デス・アプレサ2521、エム・イダ・ラニア・ビクト・アール2011年10月4日閲覧、ジャパン・スタッド・ブック、インターナショナル公式 HP 内海外競馬ニュース、ドミニク・ブフ機種、突然の引退を、表明2011年10月20日閲覧。ありがとうございます。